マルキョー、株式会社、マルキョー、マルキョコーポレーションは、福岡県大野城市を拠点とするスーパーマーケット。1964年、昭和39年12月3日に、最大や太郎と、鍋島一右衛門が共同で、株式会社マルトモストアを、資本金で400万円で、福岡市博多区銀店長に設立し、第1号店として、同月に、雑誌の熊店を開店した。 1973年昭和48年日本部を現在地に変更した。1985年昭和60年5月に現社名の株式会社丸京に変更した。雑所の熊店は現在も営業している。創業者の一人である鍋島一江門が魚市場の売産系を保有していたことから創業時から鮮魚の鮮度や安さを強みとして、 売上を伸ばした。ユニードやことぶき屋が福岡市周辺での多店舗展開を強化し始めたことを受けて、1978年昭和53年春に営業時間を朝8時から深夜のである午前1時までの17時間へ延長し、長時間営業する営業戦略を展開して売り上げを伸ばした。また、大規模小売店舗法の規制強化に対しては、 売り場面積五百平方メートル以下の小型店舗の運営ノウハウを開発する方針を取り、売り場面積約百五十坪の店舗を福岡の都市部で集中出店してドミナントの地区を図った。さらに、グロサリーなどは粗利益率を十六パーセント台に抑え、低コスト運営で低価格を売りにするディスカウントストア型スーパーマーケットを長時間営業する業態へ発展させて、 売上を伸ばし,たしかし、この低価格志向は一方で、2008年、平成20年5月23日に、公正取引委員会から、納入業者との取引で優越的地位を乱用した不公正な取引方法があったとして、排除措置命令を受ける子になった。九州北部、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県でチェーン展開している。 また、FG 店舗として、マイチェリーを展開していたが、現在は、丸京直営店舗として、丸京の屋号で豪されている。グルメシティ九州、現、マックスバリューイオンと共に、地元小売業における、プライスリーダー的存在である。また、醤油など、独自ブランドの商品も展開している。1996年、平成8年、佐賀県で、 事業展開していた日優から創業地店舗を除く旧店舗を譲り受け、一旦子会社により、丸優として運営していたが、その後子会社を九州合併、直営に切り替えた。それまでは食品主体であったが、当該譲り受け後は日優が扱っていた衣料品の販売にも力を入れている。2013年、平成25年9月4日に西日本鉄道と資本、 業務提携に基本合意したと発表した。この時点では、西日本鉄道は創業者一族で筆頭株主だった斉田君代から発行済み株式の15%を取得し、筆頭株主となるとされていた。しかし、西日本鉄道が取得する株式は、9月4日、時点の 15%235.2 万株を、 約11.97億円から12月19日の合意では 10%156.8 万株を約9.4億円へ縮小し、西日本鉄道は3位の株主になるとともに、創業者やが引き続き当社の筆頭株主に止まることになった。また、取得は12月25日付で行われることになった。2017年、平成29年3月1日、 山口県、丸宮ストア、大分県などを参加に持つリテールパートナーズ、山口県豊富市との株式交換により、同社の完全子会社となった。同時に、西日本鉄道との資本提携は解消した。小澤店、ひばる店、ニューマエバル店と現行店舗については、公式サイト、店舗情報を参照。1996年、 平成8年8月から2013年、平成25年11月19日閉店。1973年、昭和48年8月開店、店舗面積612平方メートル。小説、キラーレ、マツコの一生の一場面としても登場する。開店当時、スーパーマーケットとしては、画期的だったベルトコンベア式のレジなどが、細かく描写されている。 納入された商品に独自の期限を設定し、期限を過ぎた商品を業者に返品していたなどとして、公正取引委員会に、独禁法違反、不公正な取引方法で、排除措置命令を出された。コートリーによると、2005年11月から7年12月までの間、調味料や加工食品などについて、メーカーが定めた、賞味期限よりも短い独自の期限を設定。 それを過ぎた約4億5100万円分の商品を納入業者に返品していた。2015年現在、ポスレジスターは、東芝テック製のものを採用している。また、支払い方法は一部店舗で、クレジットカードが使える。また一部のレジでは、セミセルフ式、チェッカーは、店舗スタッフが行い支払いを利用者自身の手で、行うの生産を導入している。曜日により、 安い売り出し商品が違い、チラシやスマートフォンアプリ、ウェブサイトなどで確認をすることができる。高齢者や子供でも商品が取りやすいよう、商品棚は低めとなっている。類似スーパーのサニーと違い、レジ袋は全サイズ無料である。2019年2月までは、マイバッグを持参すると2円引きを行っていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。